こんにちは、ココロンです。ご視聴いただきまして、ありがとうございます。いつもこんにちは言うてるけど、こんばんはやんね。はい、今日の動画は、本日は一冊だけ、一冊っていうか一応ムックなんですけど、The Scape of Green、闇付き財布、2695円、ローソン HMV&HMV&Books 限定となっております。こちら、ローソンで購入してきたんですけど、はい、こちらでございますよ。素敵なあの人の、ハリスのお財布とすごく似ているので、まあ、こちらムックで2695円、約2700円するじゃないですか。で、この素敵なあの人のお財布が1390円。まあ、2分の1なわけですね。ダッシュフロークとムック、どれだけの差があるかっていうのを本日チェックしていこうかなと思います。ということで早速開けていこう。パカシュパーン。はい、中身こんな感じでございますね。かなり厚みがある感じ。とりあえず本体レビュー行ってみよう。はい、ということで、よっこいしょと乗っけていきますとですね、だいたい何も入れてない状態で 100g ちょっと。なんかこのマークがかっちょいいよね。素材アップ行きますと、こんな感じの合皮。ハリスさんとは合皮のこの柄というか、これが違う感じでございますね。真ん中にこんな感じの、しっかりとしたね、ブランドのマークが入っておりまして、バーンと入っておりまして、このような感じのお財布となっております。表面の合皮は、そんなにね、分厚くないんですけど、ちゃんとクッション性を持たせてくれてて、台紙が入っているので、まあしっかりとした感じ、いわゆる二つ折り財布な感じなんですけど、後ろ面にポケットがありますね。あとでちょっと素材とか中の具合とかをね、しっかり比べていこうかなと思うんですが、とりあえずこの子のご紹介をいこうかなと思うんですが、まあ後ろ面にポッケが一つございますよということと、あと持ち手はこんな感じで合皮になっておりますね。中開けていきますと、かなりね、分厚みがある感じなんですけど、パカン、すごーく蛇腹でございます。なんかハリスさんより蛇腹が多い気がするな。でこっちか、こっち向きやね。こっちにお札入れる感じやね。まずですね、カードポケットが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ポケ多いよね。で、こうジャバラーンとございまして、このジャバラの裏側、ここがお札入れとなっておりますね。で、こうやってこのジャバラに引っ張られて、ここが開くので、お札入れはまあある意味スムーズな感じではあるんですけど、ちょっとまあこっちから見たらね、こうビヨーンってなる感じではあるんですけど、まあある意味札は出しやすいかなと思う感じでございます。でもこれ扇がちょっと過ぎひんかって感じですけどね。蛇腹かなりお好きな方はいいと思うねんけど、蛇腹の数がいかんせん多い気がする。まあそれの分厚みなんかなっていう気もするけどね。小銭入れ見ていきますと、パコッと、はい、シェカちゃんぽーい、こんな感じで小銭入れがございまして、ここの四方も全部合皮となっておりますね。まあここの合皮、表面の合皮よりね、若干分厚い気がすんねんけどな。ここの合皮は割と薄めでいいかなって私は思う派なんですけど、こう開きやすかったりとかするから。でもこれでも開きにくいとかはないですね。中までパカって見れる感じじゃないかなと思います。ホックもパチッとしっかり止まる感じで、裏側も全部もちろんのこと裏地がついておりまして、台紙もしっかり入っております。こんな感じですね。なんか開けた時がすごい派手っていうか、この扇がすごいね。とりあえずいろいろ入れていこうかなと思うんですが、はい、皆さんのね、機運が爆上がりしますように。はい、こんな感じでございますね。だいたい入れました。まずはですね、札入れなんですけど、まあでも取り出しは、まあでも取り出しはどうやろうな。これしやすいって言うんかな、この蛇腹があるからね。普通お札ってさ、ここの面を持ってさ、開けるやんか。普通お札ってここを親指でこうやって引っ掛けて、こうやってお札出したりするやん、普通は。だけど蛇腹があるので、それができないということで、今ちょっとカード落ちましたけど、基本カードがこう上に向いてる状態で、こうやって出し入れをしないといけないんですよ。お札の出し入れはちょっと微妙いかなって若干思います。まあでもこれに関しては問題ないかなと思います。まあ蛇腹財布全般に言えることなんですけどね。でカードに関しては、これ今1ポケに3枚入れてるんですけど、何枚でも入んねんけど、ただここの厚みがさ、もうすでにとんでもなく出てるわけですよ。そこに小銭も入れて、カードも全部に入れてってなってくると、かなりの厚みになってくると思うので、それ考えたら、まあ1ポケ1枚ないし2枚ぐらいで考えた方がいいんじゃないかなと思います。お札の取り出しがね、意外といろんなとこ引っかかる気がすんねんけどな。どこに引っかかってんねやろ。なんかね、あ、ここや。この蛇腹の裏側のここ、これこんな感じでね、裏側にこう、ここの小銭入れの合皮のところをくるってしてるんですよ。ここになんかね、お札がちょっと引っかかる。ここが真ん中まで続いてるから、ずーっと。それでこう出すときに、なんかちょっとカコンって引っかかる感じがあるな。取り出しと入れるのはそんなにスムーズじゃない気がする、私的には。普通の形状のお財布の方が取り出ししやすいんちゃうんかなってちょっと思いました。素敵なあの人の時はそこまで思わんかったような気すんねんけど、なんでやろうね。ちょっと比べてみよっか。はい、ハリスさんでございますね。こちらに関しても作りは同じような感じなんですけど、ただカードポケがね、ちょっと少ないんですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8 ポケとなっております。でここの裏側の作りとかもまあ一緒なんですけど、お札入れます。あら、これもでもそんなに入れやすいって、あ、で
でもこれはそんなにそこまで引っかかれへんな。例えばまあ1万円お釣りで帰ってくることないけど、まあとりあえずお札入れようって思うやんか。ほならこうやって入れなきゃね、こう手を沿わしてこういう感じ。お札だけで例えば入れようと思ったら、あ、まあ入るっちゃ入るけどね、するってこういう感じ。この今回のムックに関しても、え、きついかなあれ、そのままスルッとはちょっと入りにくいかな。やっぱりこう手沿わしてこうやってこうトトトトトトトってやって入れていく感じのような気がするけどな。お札の入りがあまりよろしくない気もせんでもない。アリスさんの方がまだ入りやすいと思うのはなぜなんだろう。ここの引っ張りが強いからかな、分からへんけど。まあ、ほんでちょっとハリスさん見ていこうかなと思うんですが、ちょっと素材比べていきますね。こっちがハリスさん付録でございます。で、今回のムック、お財布の素材感はこんな感じで違うんですね。どっちが高級っていうのはね、私的には分かんない。まあ、もしかしたらね、その値段的に、その合皮の値段的にこっちの柄の方が高いよとか、そういうのがあるのかもしれないけど、まあ、お好みかなと思いますね。で、ハリスさんはこんな感じで箱押しだったりとかして、今回のザ・シェイプ・オブ・グリーンさんはね、こんな感じのロゴがバチンとついていますので、そのあたりやっぱりしっかりとしたこうロゴがついてるなとは思うねんけど、こっち付録、こっちムックです。持ち手もね、合皮やねんね。同じ感じ、全く金具まで一緒ちゃうかいうぐらい同じなんですよ。で、この中の蛇腹の感じですね。こっちの方が蛇腹少ない方が付録です。こっちがムック、まあ、蛇腹の数が多いかなっていうのはあるんですが、それ以外は別にそんな違いは感じないですね。そして中の小銭入り部分なんですけど、こっち付録です。こっちムック、作りほぼほぼ同じ作りじゃないですか。どっちがどっちって分かれへんよね。こちらが付録です。こちらがムック、まあ全く同じかな、同じ工場で作ったかなっていう気がしますね。裏側の裏地素材までほぼほぼ同じですね。で、この台紙が入っててちょっとプクプクしてる感じも全く同じ。ちなみに厚み的にはこっちの方が分厚いです。このムックの方が分厚いです。これに関しては蛇腹の数がこっちの方が多いからね、まあそれでこっちの方が分厚いかなっていう感じではあんねんけど、デザインに関してもここの使われてる金具も全く同じなので、一緒かなって感じですね本体の素材感だけが違う。ほんで中のこのナイロンの素材感もほぼ一緒やねんけど、細かいことを言ったらこっちの方が若干目が細かいかな。裏地のめっちゃ細かいこと言ったらですけどね。で、蛇腹の素材感も全く同じですね。もう双子って感じです。で、縫製とか作りとか、あとホックの感じとかも、なんかホックのメーカーは微妙に違うみたい。そんな細かいこと言い出したらあれやけど、そこは違うみたいですけど、ほとんどお財布作ろうと思って、なんか型紙みたいなんがあるとするやんか。それはほとんど同じものを使ってるんじゃないかなと思います。この蛇腹の数が違うだけ、あと本体の素材感が違うだけっていう感じかなと私の目には見えました。なので今回に関しては、この乗っけるブランドさんが違う、そして本体のこの合皮の素材感が違うっていう違いだけだったりとかすんねんけど、この子はね1390円、この子単品が1390円って言うんじゃなくって、雑誌のあくまで付録として雑誌も含めた値段で1390円、この子に関しては2695円、約2700円じゃないですか。そう考えると値段が約倍なんですよね。1000いくらこの子にプラスアルファかけたかって言われたら、この素材、この合皮の素材が異常に高いとかそういうことぐらいしか考えられないんですけど、ただ本体のこの素材感、この合皮の素材感あるやんか、これに関しては今まで付録でも出た素材感だったりとかするので、そんなこの合皮がやたらめったら高いっていうことは考えにくいんですね。まあ、だから違いといえばこのロゴがしっかりしているぐらいな感じかなーって思いますね。まあカードポケットの量とかも違うんだけど、そこでプラス1000円以上取るかってなってくるとちょっと違うと思うから、お得度でいくんやったらこの素敵なあの人のこの間付録で出ました1390円のお財布が断然お得じゃないかなと思います。ただまあ基本的に乗ってるブランドさんが全く違うので、まあ、ブランドの好き好きっていうのがねお好みがあるとは思うんだけど、ただお得度で言ったらこの子はお得度そんなに高くないんかなって思ったりとかします。お財布で最近ムックって値段高いからさ、2700円とかぐらいやったらそんなにめっちゃ高いっていうラインではないんですよ、最近の値段の動向を見るとね。やねんけど、多分予算的にはこの子が付録で付けれるのであれば、この子はどんだけ高くても2000円ちょっとぐらいで作れたんじゃないかなと思うから、お得度的にはそんなにこの子がね高いっていうわけではないかなと思います。あと違いといえば、後ろ側にこんなカードポケがついてるかなぐらいの差はあんねんけどね、まあ、全体的にそんな差はない。この子の倍以上これがしますよって言われてもわかんないかなと私的には思いました。はい、どうでしょう。いろいろ検証しましたけども、なんかさ値段だけで語るのってちょっとねやらしい気もすんねんけど、ブランドのお好みもあるやろうし、この子はバーンってねちゃんとブラン
ランドロゴがね、こんな、なんかちょっと レジンみたいなさ、金具みたいなんでついてたりとかするから、そういう意味では、見た目の高級感的にはだいぶ高いかなとは思うねんけど、にしたって倍って言われたらなんかちょっと違う気がすんだよなーって私的には思ったところでございます。素敵なあの人の、アリスさんのお財布っていうのはやっぱり男とは高いんやなーって、それと同時に思った次第でございます。皆さんお好みはどうだったでしょうか？まあでも私的に思ったのが、蛇腹じゃなくって、前にも言いましたけど、普通の二つ折り財布でいいです。でもね、蛇腹じゃなくって、なんか、こういうね、お財布を出すにあたって、もう一手間加えたいなと。もしそういうことであれば、最近の、前も言いましたけど、ハイブランドの人気ではですね、こういう二つ折り財布、小銭入れは別にこれでいいんですけど、真ん中のね、ここを蛇腹にしないで、真ん中にね、こういう、弁みたいな、なんか、カードポケ専用の仕切りみたいな、このペンペンって、そういうのがついてる、ハイブランドのお財布っていうのが最近多かったりとかするんですよ。普通にこうカード2枚ずつとかこう表裏にこう刺して入れる感じのこういうねペラッてした仕切りみたいなやつがついてるお財布っていうのが非常に多くって、それやったら簡単にブロックとかねムックとかでも取り入れれるんじゃないかなって思うから、なんかここは小銭入れで普通につけといて、真ん中にそういうのだけつけたら今流行りの形になるんじゃないかなと思うねんね。そこまでカード持たれないっていう方もいらっしゃるかもしれへんねんけど、まあ、真ん中にペコって1個仕切りついてるぐらいやったらそんなにアピール度少ないじゃないですか。やねんけど、この蛇腹っていうのはやっぱりお好みがあると思うから、そういう作りにしたらいろんな方が持ちやすいお財布になるんじゃないかなと私的には思います。なんかこれがあかんあれがあかんって言うだけやったらあれやからさ、まあ、こういう風にしたらいいんじゃないかなっていうところまで一応ねお伝えするようにはしてるんですが、皆さんのコメントに関してはもう好きかって書いていただいているので、蛇腹苦手っていうだけでもいいし、蛇腹大好きやけどって逆にそういうご意見でもいいので、またコメント欄でね書いてくださったら嬉しいなと思います。まあ最終ブランドのお好みかなって思ったりとかするので、気になった方はぜひチェックしてくださったらなと思うよ。はい、お疲れ様です。本日はですねムック一冊だけなんでもうさらっと終わる感じなんですけど、月末にね動画を出したいなと思って、本当はまとめ動画を出す予定だったんですが、なんやかんやって間に合えへんかって、もうすごいごたごたかって、いろいろお風呂入って頭洗ってる時にさ、なんかすぐパソコンで返事しないといけない内容とかがあって、もうシャンプー頭ついたままさタオルで拭いてなんかもうパチパチってやってたりとかして、なんかね昨日バタついてしまい、まとめ動画がね撮れず申し訳ないんですが、いやまとめ動画に関しては10月入ってからなんですけどもお出ししますんで、そちらでまたご確認していただけたらなと思います。10月の最初の方ってあんまり出えへんねんけど、5日以降ねまたどやっと出るので、それまでにはしっかりとまとめてまたご紹介しようと思いますので、ご覧いただけたらなと思います。9月終わりまんな。9月30日でございますけども、いやーなんか9月はあっちゅう間に終わったね。8月も大概あっちゅう間やったけど、さカメムシ大量発生って最近してるじゃないですか皆さんのお住まいのところってどうです？コメント欄でもね、さすがに全国的に大量発生してるからなんか書いてくださってる方もいらっしゃってんけど、ちなみにうちはですねめっちゃおるただツイッターとかのさ、ツイッター X か X とかの動画で出てくるみたいな、うわーとか壁中壁むしとか、そこまでではないねんけど、ただうちの階のそのなんかこう踊り場みたいなとこあるやんか、マンションとかの、そういうところにはだいたい毎日10匹ぐらいが生きてたり死んでたり、あとは5、6匹が壁についてたりみたいな感じです。まあまあの大量発生してる感じやねんけどでさ、昨日さお姉ちゃんが帰ってくる時にねピンポーンってなったんですけど、はいはいっていつも私が開けるんですね。お帰りってドアまでこうやって開けるんですけど、ほんならさって言って帰ってきてどうしたって言ったら、ちょっと帰りが遅くなってんよ。で暗くなっててんやんか。ほんで玄関前までついてんけど、玄関の周りにプーンって何匹か飛んでる状態やって、あー家に入れないとかで頼む早く開けてってピンポーンって鳴らしたらしいねんけど、そのドアの前にいたくないっていうのでピンポーンって鳴らしてタタタタってこう奥にさちょっと離れてさ、多分ライトがついてるところにわーってくるやんか、やからはって離れて、ほんでワイがわーってお帰りってあげるやんか、ささささささって入ってきてついてないついてないみたいな、もう大概でしたけどね。私が出るのは割と日中が多いので、そんなでもないっていうか、まあもう見ないようにしている。とりあえず壁には常に何匹かはついているので、うちの階に多いねんな、なんか。ほんでさ、まあ大体ねここ1週間ぐらいずっとそんな感じやねんけど、皆さんの住まれてるとこどんな感じ、またよかったらコメント欄で書いて。ちなみにさ、もう1週間ぐらい前から増え出してんやんか。でその頃には割とネットでさ、もうカメムシ大量発生みたいな書かれてたから、あーうちもやなみたいな感じで思ってたんですけど、でこの間数日前に朝出かけるときにね階段はーって降りててんやんか。ほんならさ、ついでにさカマキリも
って、カマキリはーって折って、でっかと思って、カマキリ久々に見たと思って、かっこええと思って、ちょっとしばらく見ててんけど、プラモみたいやなと思いながら見ててんけど、まあ、でも怖いやんか、その横を通らないといけないんだ。だからこう、もう、そういう時はね、あれやね、全身のこう、気を消すんやんか。僕はエアーみたいな感じで、カマキリさ、壁についてるしさ、その通路自体そんな広くないから、避けて通られへんのよ。やからもう、スーってエアーで、もう魂全然抜いてる状態で、もうスー、エアーです、風です、みたいな感じで、スーって通って、どうにかなってんけど、ほんで、また別の日ね、さあ行こうと思って、こう出かけるときにさ、また今度は別のお宅の、なんか玄関前っていうか、そういうところに張り付いてて、え、住んでるしばらく、みたいな。もうなんかカマキリもおるし、カメムシもおるし、みたいな感じ。もう虫パラダイスでございますよ、もう。あ、でもね、昔ね、うち割と、なんか裏側が山みたいな感じのところに住んでたんですよ。うちのマミーがね、景色がいいところが好きなのよ。だからこう、割とこう上の方に住みたがる人やって、そうするとさ、山近いからさ、めっちゃ虫飛んでくるんですよ。で、怖いっていう話をね、いつもしてると思うねんけど、なんかこの時期ぐらいか、それか梅雨の時期か忘れたんですけど、毎年ぐらいね、羽アリ、ほんまね、アリンコに羽生えただけ、みたいな感じのフォルムの虫がなんか年一ぐらいで網戸が真っ黒なるぐらいうわーってついてたりとか、あと玄関前がもう真っ黒なるぐらいいたりとか、あれなんやろうね、大群でさ襲ってくる系のやつ。ただ羽アリの場合はアリンコに羽生えてるだけのフォルムやからそんなに怖ないね。なんか大群がちょっと辛いなっていうだけであって、そこまでうわーって一気に飛んだりとかせえへんから、壁にへばりついてるだけやから、まあまあまあっていう感じではあってんけど、その当時は。でさ、昔ってさ割とこう虫に近かったというか、なんやろうな、虫昔からそんなめっちゃ得意ではなかったけど、あと子供やったっていうのもあって、そこまで嫌やけどまあまあみたいな感じだったんですけど、この大人になってからの虫っていうのね、ほんま苦手になるよね。とりあえずカメムシさんを刺激しないように、ほんまにもう毎日こうもう刺激しません、私は何も悪いことをしませんのでみたいな気持ちでふーって歩いてますもん。まあでも大量発生割と全国的なんよね。もうなんか日本全国関係なしで大量発生してるやんか。だから地域によってはもしかしたら、いやうちんとこ全然そんなんないよ、ニュースでは見たけどっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれへんけど、割と全国的に大量発生してて、どんだけのカメムシおんねんっていうね。すごいよね量。あ、ちなみにウッドコはなんか緑の真緑、黄緑みたいな割と鮮やかな色のカメムシさんばっかりでございますけども、なんか地域によってはね茶色いのがいたりとか、いろいろ見たいやけど、なんかニュース見て詳しなったわ。そんなカメムシについて考えることって今までなかったんけど。まあでも多いわな、こんだけおったらちょっとって思ったりとかしますけどね。なんかあったかいせいで大量発生してるみたいな感じでなんかニュースで言ってましたけどね。まあえげつないわ量が。夜の自販機にびっちりとかさ、夜の看板にうわーたかってるのとかさ、ツイッターとかで見たらうわーってなりますけど。ただうち昔ね、前も言ったんですけど、クワガタを飼ってたんですけど、セブンの帰りにクワガタ拾ってんやんか。でクワガタってね、こう顔四角いんですよ。でこうクワーって吐いてるやんか、クワーって吐いてて顔四角いねんね。でこの四角いこの角の隅っちょにつぶらな瞳があんねんね。でお口はこうついてんねんけど、でクワーって言ったらクワーって言ってくれててんけどさ、そのね目がすごいキラキラしてて可愛かってん、クワガタ。でうちの子供も言うんですけど、うちの子供もみんな虫苦手やねんやんか。やねんけど、いざ飼うとね、なんと可愛く見えるのか、もうつぶらなキラキラってした瞳がもうすごい可愛くって、初めて虫可愛いと思えたのがクワのおかげやねんね。だからまあ人間は何でも一緒に住むと可愛いと思うんかなってちょっと思ったりとかします。ただカメムシさんはちょっと、カマキリさんはかっこいいけどな。ただもう虫はさ、なんか宇宙人説あるじゃないですか。外骨格やしさ。まあ、なんかカメムシがどうかは知らんけど、とりあえずこう、ボヨボヨってこう、イモムシ状態で、ボヨボヨしてる状態から、サナギになって、で、サナギで一旦リセットするやんか、あれ。ほんで、なんか数日ぐらいで、例えば、蝶々とかさ、羽とかになるやん、もう、わけわかれへんくない形状。虫謎多すぎん、マジ。だってさ、人間でもさ、お腹の中で育つのにさ、すごい時間を要するわけやんか。まあ、それもそれで神秘ですけど、虫なんかさ、サナギさんになってさ、もう数日でなんかもう、あんなさ、もう、モンシロ蝶みたいなさ、ブヨブヨのイモムシさん状態からさ、あんな形状に変わるやんか。もう神秘すぎん。もう分け分かれへんなって。なんか当たり前に毎日接してるけど、まあまあ分け分からんことって世の中いっぱいあるよね。意外とね。で虫さんに関しては思ったりとかします。まあなので虫さんに関しては本当敬意を表して、襲われないようにできるだけこう全力でこう気を殺してこうスーって虫さんの前ではね、車をように私はしてるんですけどね。とりあえず虫こう飛んでくるタイプやから、セミとか全然飛んでくるから、ブブブブブって言いながら飛んでくるから、お願いします、攻撃
しないでっていう気持ちでね、日々過ごしております。まあ、今日はこんな感じでということで、アホトークで終わったけども、まあ、皆さんのね、地域もカメムシどんな感じかまた教えてくださったらなと思うところでございます。関西はね、割とブンブン飛んでます。いつも本当たくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。